皆さん、こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、ステートオブディケイ2、この街の最終回です。基地にゾンビの大群が向かってきていますが、私たちで対処しておきます。引き続きラットラーズの対応をよろしくお願いします。了解。私たちはロジャーズさんたちの情報により、ブラッドという男に会いに行くんだぜ。襲撃者から逃れてきた人だね。うむ、その襲撃者というのもラットラーズの可能性が高い。ラットラーズは私たちを念入りに調査していたようだが、こちらは彼らの情報が足りない。少しでも状況を把握するためにも、できることは何でもやっておこう。君たちがロジャーズの言っていた人か。お、ここのようだ。こんなところにも生存者グループがいたんだね。何にしてもロジャーズさんたちとは接触済みだから、そこまで警戒する必要もないだろうし、会ってみようぜ。こんにちは、ブラッドさんはいますか？お、ここの人たちは3人グループなのね。周囲は安全そうだ。この人がブラッドさんだね。我々は前の町でラットラーズから逃げてきたんだ。逃げた先のこの町で奴らに見つかれば何をされるかわからない。本当に悪夢だ、助けてくれ。やはり相手はラットラーズだったか。ブラッドさん、私たちは味方です。でも、もう彼らはこの町にいるんです。心を決めないと、大切な人が危険にさらされてしまうかもしれません。それは、確かに。他のグループがすでに、ラットラーズと連絡を取っているかもしれないという噂を聞いた。念のため、調べてみた方がいい。わかりました、任せてください。争いをなくしたい気持ちは君たちと一緒だが、奴らは危険だ。十分に気をつけてくれ。ラットラーズは私たちを襲うことに一辺の躊躇もないだろう。彼らに対抗するためには、私たちも力を合わせる必要があるぜ。そうだね、敵はゾンビさんだけじゃない。ラットラーズみたいな襲撃者に立ち向かう意志をみんなが持たないと、だよね。そうだ、この街の全員がそう思っていけば、それこそ本当に、街全体の強みになることだろうさ。私たちと話した同盟グループのみんなは、その意志があったけど、とにかく、ブラッドさんの教えてくれたグループに会いに行こう。ヒューマンビーンズというグループらしい。私たちとは面識のない相手だ。ヒューマンビーンズじゃなくて、ビーンズ。豆？豆人間、いい人そう。どうかな。もうすでに、ラットラーズと連絡を取ってしまっていることを考えると、彼らに何を言われているかわからない。気をつけていこうぜ。了解。こんにちは、無線の件でお話に来ました。ここも3人グループなのか。無線の相手、ラットラーズのことはご存知ですよね。聞いてください、ラットラーズは私たちの仲間を危険にさらしています。出口に移動してきたぞ。実際、犠牲も出ていて、このままだとこの街が大変なことになります。どうか、彼らと立ち向かえるようにしてくれませんか？ご冗談を。ラットラーズを止めることはできない。考える頭があるなら、お前たちも私たちのように彼らに従うんだ。私たちがラットラーズに従ったら、状況はとんでもないことになるぞ。そうだよ、私たちは同盟の仲間を裏切ることはできません。ふっ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 。眠る準備はできてるようだな、好都合だ。ちょっと何さ、霊夢、撃て、相手は私たちを始末する気だぞ。お前たちを撃て返すわけにはいかない、わかったか。なんてことをするの？手を抜くな、話してわかるような相手じゃない。はぁ、はぁ、残念な結果になってしまったようですね。仕方なかった。でも、彼ら以外の多くのグループは賛同してくれたことは救いだと思う。あとは、ラットラーズの出方を見て対処していこう。マリサたちは大丈夫？ああ、警戒していたおかげで私もフィリップスさんも無事だぜ。やあ、諸君、仲間から報告が入った。我々を尊重しないグループがいる、と。その態度は感心できないな。もう優しくてお差し伸べることはしない。その町は我々が必ず手に入れる。我々を止めることはできないぞ。ラットラーズめ、無線を送ってきたか。このヒューマンビーンズのグループに命令したのも彼らだろうな。誰が尊重するもんですか、ふん。力でねじ伏せる気ならば、私たちだっておとなしくはしないさ。そうだそうだ。あとは、この先どうするかだが。ほんかい、急いできてくれ。ラットラーズに襲われているんだ。こいつらの運命はお前の手の中にある。さあ、どうするホアウカン。もう、いい加減にしてよ。私の仲間を傷つけるなら許さないよ。すぐに駆けつけるからね。わかった。なんとか耐えてみせるから早く来てくれ。いよいよラットラーズの動きが本格化しだしてきたぞ。急いでブラッドさんたちの救出に向かうぜ。絶対に守ってみせるよ。ここまで、そうすれば明日も生きられるかもしれないぞ。交戦しろ。中田、急げ霊夢。ブラッドさん、助けに来たよ。ラットラーズめ。
く、倒せ倒せ。ブラッドさんたちも戦ってる、頑張ってー。引き金から指を離すな、撃てーせ。これは俺たちの居場所だ。もう、逃げないぞ。間に合ったか。怖いかん、お前一人の自己満足のためならやめておけ。我々はどこにも行かない。復讐するまでいつまでも遊んでやる。またこうして襲ってきて、本当許せない。怪我はしているが、全員生きてるな。私たちを揺さぶるために彼らを送り込んだのなら、ラットラーズは近くに潜んでいるのかもしれない。保安官、我々はこれからどうしたらいい？こんなことこれで最後にしなきゃダメだよ。ラットラーズの居場所を突き止めて、彼らを止めないと。我々も覚悟はできた。この町の住民は、ラットラーズみたいな人たちに屈しやしないわ。そうよ、自分たちの町は自分たちで守らないとね。ふむ。道は決まったな。これから、同盟グループがラットラーズの居場所を探し出す。探し出してこちらも偵察するんだね。うむ、この町に詳しいのはこちらの方だからな。情報が入るまで、私たちは拠点で準備するぞ。最後の戦いだね。保安官、時間があれば私たちのところに寄ってください。役に立ちそうなものを用意したので、お渡しします。あら、なんだろう？すぐに寄らせてもらいます。ロジャーズさんたち、何を渡してくれるんだ？実は、あなたが救った人々に会ってきました。この街で生き抜く人々、彼らから託されたものを渡させてください。これって、ありがとう、使わせていただきます。成し遂げてください、保安官。任せてください。これは、ボムか。レンチズさんやみんなが渡してくれたみたいだね。危険な中、こうして街中の同盟から集めてくれたのか。ロジャーズさんたち、ありがとうだぜ。さあ、私たちはラットラーズと戦う準備をするんだよ。ありったけの銃弾と、ファーストエイドキットも持っていくよ。銃は、霊夢が気に入っているアサルトのホードブレイカーにするんだな。銃のブレにも慣れたし、何気に長い間使っていたからね。今まで数多くの武器を集めてきたが、残ったそれらは、みんなが余すことなく使ってくれるだろうさ。解体して素材にしたり、トレードしたり、いっぱい使い道はあるものね。ふぅ。ここまで来るのに長かった気がするわー。みんなのおかげで、拠点もここまで大きくなった。ただの拠点じゃない？もう、お家だよね。家は場所のことだけではない。人なの。ここの人たちみんなよ。この町の住人が、かけがえのない特別な存在だと思っています。そうだなぁ。だからこそ、ラットラーズみたいな襲撃者は許さない。みんな、聞いてほしい？偵察隊がラットラーズの本拠地を見つけたよ。これを彼らとの最後の戦いにして、決着をつけたい。私たちがこの戦いに勝利すれば、この街での争いはなくなるって信じてる。私たちが築いてきた法と秩序が、これから盤石になるんだ。こんな世界だからこそ、法と秩序の大切さを学ぶ必要があると思う。多分、ラットラーズのリーダーを止めることができれば、それが多くの人たちへのメッセージになると思う。みんながラットラーズに対抗するという、一つの強い意志を持てたようだ。霊夢、立派な演説だったぜ。これは、プランクさんの素直な気持ちだよ。私に伝わってくる、プランクさんの気持ち。ふむ。私にも、わかるぜ。マリサ、今までありがとう。もう少し、私と一緒に戦ってね。何言ってるんだ、私はいつでもどこでも最後まで一緒だぜ。この最後の戦いには、私と霊夢、二人で出発しよう。そうだね。私たちが築き上げてきたものは、私たちが守らなきゃね。もし、私たちが帰らなくても。ああ、拠点のみんななら、きっと、この街をうまく引き継いでくれるだろうさ。この世界に来た時は、いきなりゾンビさんに囲まれて、追いかけられて、マリサたちの疫病に感染して、どうなることかと思ったけど、フィリップスさんとイリスさんに出会えて、マリサを治療することもできた。それに、たくさんの人たちと出会って、うむ。犠牲が出てしまったこともあったが、この世界で出会った人たちと築き上げた信頼と、未来に向かって生きるという強い意志があったからこそ、ここまで来ることができた。その彼らの意志に、私も応えたい。これまで、この世界でいろいろな人と出会って、救われた命。ゾンビの生きる世界で、懸命に生きる人々。私たちは、守ってみせるよ。覚悟はいいか、霊夢。もちろん。おやおや、お待ちかねのゲストが来たようだ。お前たち、保安官を提供に歓迎してあげようじゃないか。本気で、我々を止めることができるとでも思っているのか？私はこの町の法と秩序を守るものだよ。仲間を殺めたあなたたちを許すことはできない。覚悟して、
面白い冗談だ。いて、気をつけろ、相手は人数がこちらよりも多いぞ。あんなところにもいる、ゾンビも来てる。これでもどうだ、釣れないだよ。くう、逃げ返さないのなら覚悟はいいわね。外にもいるぞ。あなたを始末すれば手柄になるわ。ゾンビさんに襲われてる、今だ。いいぞ、もっとだレイム。これで終わりだと思わないでよね。だてにこの町すべてのブレイブハートを壊したわけではない。戦闘経験なら負けてないんだから。逃すなレイム。わかってる、もう覚悟はできてるんだからね。私たちはどんなことにも立ち向かってみせる。築き上げてきたものを奪おうとする人たちを、この町の仲間は誰一人許さないよ。ドアの外にゾンビさんが来てる音がする。何を使えばいいかはわかってるな。もちろん、これだよ。悪いが容赦はしないぞ。撃って撃って。まだだ、ここには他にもラットラーズがいるはずだぜ。きっとこの階段を登った先だろうさ。騒ぎを聞いたゾンビさんたちが来てるみたい。この声は、ヘルメットをかぶったゾンビもいるな。ここは先にゾンビを片付けてからにするんだぜ。こっちにいるみたい、気をつけて。来たぞ、物を投げる。お願い。燃えて沈んでる間に、体術で素早く倒すぞ。任せて、今まで鍛えてきた体術で行くわ。いやー。いいぞ、私がとどめを刺していく。まだ来てる。この、ドヤー。よし、これでゾンビは一件落着だぞ。ドアを閉めるよ。疫病がなくなったおかげで、感染のリスクが減ったのは助かるぜ。はぁ、はぁ。ファーストエイドキットを使って、傷も治せたわ。うむ、きっとこの先にアーネストがいるはずだ。気をつけて、何をしてくるかわからないからね。おや、誰もいないのか？そんなことないはず。マリサ、これは、このはしごを登った上の方じゃない？よし、行ってみようぜ。バカ。彼らだ、待ち伏せしてるぞ。危ない、3人もいる。私の仲間からのお届け物だよ。よし、倒れた隙に一気に撃ていて。この人がアーネストだ。一人が隠れたぞ、撃たれる前に終わらせるんだ。私たちの街に手を出したら許さない。爆発するぞ。最後のゴムか。おかげでアーネストも自分で動けないようだぜ。こんな感じでは、この町のみんなは、どんな脅威にも立ち向かっていくんだ。これで終わりだよ。倒した。終わったんだ。この事実は多くの人に伝わって、この世界も少しだけ住みやすくなると思う。よく頑張ったな、レイム。みんなが帰りを待っている、凱旋と行こうじゃないか。うん、これからがみんなとの新しいスタートになるね。ありがとう、マリサ。みんな、周りを見渡して、自分たちが気づいてきたものを考えてほしい。ここまでの道のりは決して簡単なものではなかった。みんなが傷つきながら進んできた。そうして、これから先に続く未来の礎を築いてきたんだ。それは運ではなく、努力の賜物だよ。私たちは、これからもそうやって未来に向けて歩いていける。死が取り巻くこの世界を、この街から取り戻していこう。ふぅー。お疲れ、レイム。お疲れ、マリサ。これでこの街も一安心、といったところかな。ああ、私たちもプランクさんやタリさんたちの体を離れられるんだぜ。なんだか寂しいな。これだけみんなが協力して生き抜いてきたんだ。この街ではもう、私たちがすべきことは何もないさ。そうだね、プランクさんたちだけでも大丈夫だね。でも、まだ他の街ではプレイブハートとかあるだろうし、正直言うと少し心配なんだよね。そうだろうとも。実はだな。私たちにはまだすべきことが多くあるんだ。え？噂で聞いた、ハートランド、という場所があってだな。そこには手に負えないほどの疫病が蔓延しているらしいんだ。何それ、プランクさんたちに影響はないの？ああ、だから、私たちはまだすべきことがあると言ったんだ。プランクさんや私たちの街のこと、この世界の人々はまだ危険の中にいる。ふむ、それは何とかしないといけないね。そうだ、だから。次はこの人たちの体を借り、ハートランドへと向かうんだぜ。ラリッサさんとアウントさん。別居していた父親を探し、ラリッサさんとおばのアウントさんは、
トランブル渓谷へと移動してきたらしい。そして、この二人は谷を覆っている地の疫病の脅威と戦うことになったようだ。ふむ、私たちも力になれるように頑張ろう。私は後で別の生存者として合流する。先に向かっていてくれ。別の生存者？では、現地で。エコワッチある。こちらエコワン、聞こえるか？最後のメッセージを受け取ってから17日が経ちましたが、状況は衰退の一途をたどっています。もっと兵士が必要です、大佐。さもないとこの作戦は成功しません。エコワッチある、応答願います。誰か応答して。誰か、そこにいませんか？というわけで旅はハートランドへと続きます。オシリス計画などの謎が垣間見れるので、ぜひ、ハートランド編も見てください。それでは、ご視聴、ありがとうございました。